ん族死にたがりと魔物。さあ今回もやっていくんだけど、俺のこの死に魔物実況、このゲームの作者さんが毎回ねちょっと見てくださってるみたいでありがたいですね。でツイッターじゃなくて今は X でちょっとね感想をね、動画の感想をちらっとツイートしてくださるんだよ。めちゃくちゃありがたいんだけど、で俺がね前回あまりにもちょっと救いがなさすぎて嘆いていたせいで、それに関して作者さんがツイートをちらっとしてくださってて、でそのツイート何かっていうと、ちなみに救いはあります、あるはず、あったよねつって本人が、作者さん本人が救いあったかどうか不安になっちゃってるじゃんねえ大丈夫なのこれね。いやでも残りおまけ2エンドの中に、まあ、作者さんもこう言ってることだし、きっと救いとなるエンドがあることでしょう。さあというわけで救いを求めて続きを見ていこう、レッツゴー。ほんと悪魔って身勝手。いやちょっともうほんと黒鷹の元に帰ろうぜ。いやまあ帰れないんだけどね、帰れないんだけど、めっちゃ帰りてえよマジでねえ何なんだこいつ。覚醒直前に体の異変を感じて目覚めるおいお前大丈夫か、おい肺が痛んで咳をする。とっさに口元を覆った手にはぬるい液体がついていた。えお前、ああ、そろそろかな、そろそろかな、お前、そう思うと今までの出来事が、まるで絵空事のように脳裏に浮かぶ。意外と波乱万丈だったと、人事のように心の中でぼやく。結局、失ってばかりの人生だったな。死ねば、もう何も失わなくて済む、もう悲しまなくて済む、痛いのも苦しいのも辛いのも怖いのも全てなくなる。刹那に浮かぶあの人の面影がさらに肺を刺激する。会いたい、最後にもう一度触れたかった。けれどこんなに汚された自分は会う資格がない。それなのに最後になって気持ちが溢れてくる。会いたい、会えない、葛藤に呼応するように吐血する。発狂しそうな思いが複雑に絡んでちぎれそうになる。もう死ぬのか。最近よく聞くようになった声だ。おもむろに起き上がり、声の方向に手探りで腕をつかむ。魂を食べてください、お願いです、早く。終着点を失った思考回路ではもうそれしか考えられなくなっていた。なんで魂食べてくださいっていう結論に至ったのねえ。一瞬頭の中が真っ白になって、息苦しさとともに意識が遠くなる。くろた最後に浮かぶのはその人だよな。のーえー、お前来るの息子、お前来るのか。こいつはいいやつなんだよな。うん、母さん。危機を察知した男が遅れて騒々しく部屋に入る。しかしそこには生みの親が心臓を貫かれたまま力なくうなだれていた。貴様、What's happened? 何が起きてるんだ血相を変えて激高する直前に
サタンの指先が男の喉を貫く。お前ちょっとねえ、ほんと怒涛の展開が押し寄せすぎだろ。お前終盤急転直下、お前ほんとに、ね、心の中整理とかさ、ちょっと状況把握がまだできてないんだよ。なるほどね。それでもと振りかざした腕は当たることはかなわず、無残にも燃え落ちた。続けて男の体に黒い炎がどこからともなく包んでいく。圧倒的な力の差、絶望的な未来。どうあがいても母親はもう手遅れだという事実は男を無力化するのに十分すぎた。でもさ、こいつ魔王の血が入ってるんだよ。強かっただろうし、まあサタンにはさすがにかなわんか。でも次期魔王になり得たぐらいの逸材だと思うけどね。なんか育てていけばめちゃめちゃ強くなったと思うのにな。なぜこんなことを、という泣きそうな眼差しにサタンは目を伏せる。共に眠れ、それでこの悲劇は終わる。あ、なるほどな。これサタンなりの優しさなのか。そういうことか。サタンは優しさで死という救済を与えたっていう話か。これはあのユイと接するうちに、何、少しの間だけどユイと接して、ユイのなんか心情とか絶望とか状況を少し知って、で死という救済を息子と共に与えたっていう話か。なるほど。悲痛な表情で母親を眺める男はゆっくりと虚しく崩れ去った。なるほどね。冷たさを感じるほど静まり返った部屋。赤く濡れたベッドに横たわる泣き殻。部屋の片隅で会いたいとっすり泣く少年の魂。ユイ、うずくまっているそれにサタンは手をかざす。目を閉じた先に少年がかつて愛した魔人の面影が浮かぶ。サタンが念を込めると、魂は光の玉となって面影をたどるように消えた。え、これ何、返してあげたんだ。魂食ったりせずに。あ、そういうことか。なんか魂なくしてくださいみたいなユイの要望には応えなかったんだ。なるほど。黒鷹の元に魂返してあげたって描写でしょ今の。やっぱ優しさだ。サタン優しいやつだこいつ。でこれ魔王だろお前。ほんといい加減お前はさ、なんか罰を受けろ。天罰が下れ魔王。お前は、ああ、もったいない。食い損なったことがか。それもあるけど、君も割と気に入ってたじゃないか。だからこそ、最後の願いを聞いたまでだ。相手は何者かによって、すでに亡くなっているようだが。なるほど。待って、あ、そういう意味か。相手は何者かによってっていうのは魂を返した相手だ。つまりユイの相手の黒鷹はすでに何者かによっても一人しかいないけどすでに魔王によって黒鷹は亡くなった後っていう意味合いだよね今の文章は。お前本当にマジ、おいマジ本当、こいつもう怒りが、もう魔王への怒りが世界中がお前の敵だぞルシファー本当に。意味ありげに見えるサタンにルシファーは黒い一生を返す。まあある意味ハッピーエンドじゃない。さてまたいい人材探しに行こうかね。その人間の死肉は君にあげるよ。言いながら黒い炎をまとい、どこかへと消えた。それを少し呆れ顔で眺めていたサタンは、少年を担ぎ上げて、魔界の奥深くへと帰っていった。終わんのか、おい、終わったとんでもねえバッドエンドだ
オーマイガー、まあ、さっきのエンドで分かったのは、まあ、サタン意外といいやつなんじゃね説だね。なんかまあ、うん、ちょっと魔王よりはマシに感じた。というわけでよく知った香りだった、この選択肢からだね。さあ見ていこう。これはちなみに魔王なのか。魔王っぽいなこの文章は。うん。嫌でも慣れたこの匂いは、振り返るのも億劫で、そのままで静止していると背後の男は呆れたような、嘲笑うように一生した。そんなに外に出たいのかね、ゆいくん。まあ出たいなら出してあげてもいいがね、我と一緒なら。そう嬉しい顔せずとも、望めばいつでも。してません。しまった、思わず心の声が出てしまった。で、心の声を思わず出さなくても心読めるんだよねこいつ、確かね、魔王。君のそういうところ嫌いじゃないよ。でも我の許しなく出るのはダメだよ。そう言ってあっさりと去っていった。そもそも魔王はこの先自分をどうしたいんだろう。うわー、ちょっとね、このルート大丈夫かな。もうすでに先行き怪しいんだけど。今日は少し体が楽な気がする。ああ文章一緒だね。どうしようかな。そういえば結局外に出れないままだったな。魔王は許しなく出るなと言っていたけど、別に構うものか。やるなと言われればやってしまいたくなるのが人間の心理だし、殺されるならそれでいい。魔王の呪縛で自害できない今、そうすることでしか死ぬ術がない。取っ手を握り、今度は躊躇なく開けようとした時だった。おお、魔王かよ、おい。なんか心のどっかでさ、別のやつが来るのを期待しちゃって今。ねえ、心底魔王嫌いなんだな俺。まあこのゲームやってて魔王好きなやつはほとんどいないとは思うけど。うん、まったく、なんだって君はそのざまでありながら無駄に活発なのかね。背後から蛇のような動きで体に腕が回される。気持ち悪いなこいつ。いや、自暴自棄と言った方が正しいか。だが我の知らぬ間に死なれては困る。だったら今ここで殺せばいいじゃないですか。俺がもう長くないの知ってるでしょ。やっぱそうなんだ、正気のせいでやっぱ体もうダメになってるんだ。そうだね、君の体はもってあと一月ってところかな。でもまだそのつもりはないよ。なんで、もう散々もてあそんだでしょ。これ以上俺に一体何をさせたいんですか。もちろん最後は君の血肉と魂をいただくよ。でも今はまだ君をめでていたいだけさ。それに、それに、え、首筋を甘噛みされて背筋がこわばる。未だこんな芳醇な香りを漂わせてる君をすぐ食べちゃうなんてもったいないからね。おお、大丈夫か、おい。ちょっと気を強く持てユイ。頑張れ。シャツの隙間から体をまさぐりながら、耳たぶの縁をねっとりと舌が這う。気色悪いなお前、本当に気持ち悪いなこの魔王は、マジで。無意識に出た甘い声に慌てて口を閉じる。その変わらない産さが余計刺激心をそそるね。殺して、もう嫌だ。
不可抗力でも感じてしまう自分の体が憎い。いやもうこの感じてしまうっていうのは恐怖だから、恐怖を感じてしまうっていうことだから、うん、絶対そういう意味だと思うね、俺はね。うん。その都度浮かぶ、もう会えない面影に、会わせる顔もないくせに、会いたいと願ってしまう自分が憎い。あの時、嘘をついた自分が憎い。こんな俺をさっさと殺さない魔王も憎い。でも、誰よりも、何よりも、殺したいほど、自分が憎い。君は本当に不器用だね。最初に言った通り、別に君が気に病む必要はないのだよ。そもそも元凶は我なのだから。いやでもマジでそうなんだよな。頭からケツまで 100% お前が悪いんだよ本当に。これはマジで。それでも許せないものは許せない。だからなんだ、おーい、ブルルルファイ、なんか何の声、どこに電話かけたんだ今俺はな。いやまあこれはね、全然卑猥ではないよ。ただ抱き合ってキスしてるだけのシーンよ。なんか恋愛ゲームでもさ、恋人同士がこういうシーンあるじゃん。何、なんかこいつら別に恋人同士ではないけど、まあただ抱き合ってキスしてるだけなんで、まあこれは全然セーフよ。まあ全然全然全然前世よこれは。何を言ってんだ俺は本当に。こんな自分はいっそ落ちるところまで落ちて狂ってしまえばいい。確かに自暴自棄にはなってんね。うん。どうせ魔王のことだから、こんなことされたら飽き。なんか今魔王腕に傷あったねえ、そんな気がする。腰を強く抱きしめられむせる。今さら我が飽きると思っているのかい。心外だな。笑みが混じっているのに、その小姉はいたって低かった。What's happened? 反射的に抵抗するも、そのままベッドに抱き倒される。このまままたひどく扱われるのだと身構えたが、どうしたことか、魔王はその体勢のままなかなか動かなかった。なんだ？わお！プルルルルー！いやだから、どこに電話かけてんだよ俺はな。テンションの上がり方がおかしいんだよな。いやこれはまあただ抱き合ってるだけか、まあそんな別になんか変なシーンではないか。まあ今言ってたもんね、なんか抱きしめた体勢のままなかなか動かないみたいな。今そのシーン、その体勢ってことでしょこれ。まあだからただ抱き合ってるだけで、まあ別に全然何卑猥な何かではないか。これはただ抱き合ってるだけよ。うん。ま、魔王さん、不思議に思って声をかけると、もそりと肩口に埋めている顔をさらにうずめた。こしょばい。こしょばいっていうワード、かわいいな。久々に聞いた、そのワード。やりたいのは山々なんだけどね。今はこのままでいたい。かな。なんだお前、誰だ？こいつ誰？本当に魔王か？なんか弱々しいな。お前どうしたんだ？気だるそうな声。初めて見る魔王の様子に動揺が隠せない。それに魔王の体が心なしか熱い。なるほど。そういえば普段着ですら無駄に着飾っているのに、今日は着ていないのは珍しい。確かに。何かあったんですか？展開のやつに絡まれてね、ちょっとヘマしちゃった。なるほど、珍しいな魔王が。ああ、歳かな。いやだな歳取るの。なんだお前、歳かジジイめ。弱ってると見るや、ここぞとばかりに。興味本位で聞いてみると、さらに気だるそうな返事が返ってきた。ヘマって、もしかして半裸なのって
そういうことなのか？怪我してるんですか？そういうことか。なんか腕に傷あったじゃん、一枚絵。細かいね、一枚絵。そういうこと。なるほどね、展開のやつにやられたんだ。なるほど。かすり傷さ。すぐ治る。心配してくれるのかい？別にそういうわけじゃ。おい、いいんだよ。お前、魔王にはツンデレ発動しなくていいんだって。思い出せ、黒鷹を。お前、おい、魔王のペースに乗せられるんじゃない。ふーん。でも、君の前だとこうしていられるから気が楽だよ。君をまだ死なせたくない理由は、それもあるんだよね。不服だ。けど、さっき抱いた感情はどこへやら、今の魔王はちょっと、言い方は悪いけど、弱々しくて情けなく見えた。見えるだけよ。そう見えるだけよ、マジで。流されちゃいけない。なんか、こいつが今いくら弱っていようとさ、過去を行った悪行がなくなるわけではないからな。そうなんだよな。無防備ですね。寝首かきますよ。今はしませんけど。そもそもする気なんて毛頭ないけど、たまには嫌味の一つくらい言ってやりたかったから、いい機会だ。今が絶好の機会だと思うがね。あなたがそんなだから、やる気が失せました。だから、早くいつもの偉そうなあなたに戻ってください。調子狂います。優しいんだよな、ユイが。仇だよ、こいつ。今いくら弱ってようとさ、過去ユイにひどいことを行った事実は変わらないし、それが許されるわけじゃないからな。それでも優しさを見せてしまう。まあこれがユイのいいところなんだけどね。そんな可愛いこと言われたらつい励んで。怪我人は黙って安静にしててください。わかったよ。言ってやると、魔王は素直に。演技でもなく本当に疲れていたのか。それから全く喋らず、肩口に顔をうずめたままだった。本当に弱ってんだね、今ね。今までになく近いせいか、香水のような魔王の匂いが鼻をつく。その甘い匂いに誘発されるように、無防備な頭を撫でてみる。ちょっとくせっ気だけど、サラサラだ。今まであんなに交わってきたけど、そこには恐怖と拒絶しかなかった。だから、こんな風に触れたことは一度もない。まあ、そうだね。そうだけど、心にいつも黒鷹を、お前、心の黒鷹を思い出せ。新鮮だ。ふと指先に角が当たった。不快だったかなと思ったが、魔王は動かなかったので、そのまま角も撫でてみた。硬くて冷たい。頭から角が生えてるってどんな感覚なんだろう。耳も二つあるし。そうなんだよな、なんか耳二つあるよね、魔王。今更ながらそんな初歩的な疑問が浮かぶ。ああ、そうか。そんなことすら思わないほど、自分は魔王に対して無関心だったのか。まあ、そらそうだろ。で、黒鷹がいたもん。パートナー黒鷹だったもん。そら他には無関心なるよ。本当に、この魔王という人物は、よくわからない。大切な人から奪った相手をこんな風に気遣う自分もよくわからない。というか、安静にしろとは言ったものの、重い。ま、だよな、図体でけえもんこいつ。苦しい。熱い。腰をがっちり抱かれたままで動くに動けないし、
こんなに密着することがないから、なんか、恥ずかしい。おい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 、流されるな。ダメだ、ダメダメダメ。黒鷹、黒鷹を思い出せ。お前、心の中の黒鷹を今一度呼び起こすんだ。黒鷹を思い出すんだ。でも全くどきそうもないし、諦めよう。そうしてるうちに、いつの間にか眠りに落ちていた。ああ、なんか本当に全然卑猥なシーンじゃなかったね。なんか抱き合ってただけでさ、何も性的な表現ないし、性的なこと一切してないし、マジで、ただ抱き合ってただけ。なんか何、弱ってる魔王を慰めてただけみたいな。全然、これ魔王のセリフか、これは。一体無防備なのはどっちなんだか。はっきりと嫌ってくれれば食べやすいのに、実に困った人間だよ君は。